番長ミルクです。見てこれ、 YouTube って書いてるの。前好きな YouTuber さんがこの T シャツを着てたので真似して買ってみました。私は2010年から2016年までの6年間劇団四季の俳優として舞台に立っていたんですけど、まるまる6年間劇団にいたわけじゃなくって、間に1ヶ月半くらい劇団を離れた時期があるんですよね。1ヶ月半くらいって期間ってすごく短く感じますけど、私の舞台生活の中でこの1ヶ月半はもう本当に短いようですごく長い時間に感じました。で、なんで離れたかっていうと、から望んで劇団を離れたというわけではなく、劇団に明日から来なくていいですっていうことを言われて劇団を離れなくてはならない時期があったんですよね。簡単に言えばクビになった時期があったっていうことです。今回はそのクビになった時のことについてお話ししようと思います。劇団って本当に厳しいことで有名なんですよね。舞台を見てどの俳優さんもすごくレベルが高いですし、歌もダンスも演技も本当に素晴らしくって、しかも舞台に関係するスタッフさん、社員さんは本当に優秀な方が集められています。舞台の感動を届けるためのプロフェッショナルが集まっている集団なんですよね。劇団の稽古場に入ると、入ってすぐの壁のところに、一音落とすものはされっていう言葉と、なれだれ崩れされっていう言葉があります。一音落とすものはされっていうのはどういう言葉かっていうと、劇団四季の舞台って俳優の皆さん滑舌がよくて、1000人以上入る劇場でも一番後ろの席の方までセリフがきちんと分かるような発声法とか歌の訓練を受けて、それから舞台に立っています。で、なぜこの訓練をしてるかっていうと、舞台で俳優たちがセリフを喋っているのに一言でも言葉が聞き取れないと、お客さんはなんて言ったのって舞台に集中できなくなりますよね。そういうことがないように、俳優は言葉の一つ一つを落とさないように、全部クリアに聞こえるように訓練をしています。慣れだれ崩れされっていうのが、人間ですからどうしても環境に慣れたりして、そうすると少しずつ技術とか、モチベーションとかいろんなものが崩れてきて、そういう人は劇団にはいらないので去ってくださいっていう、そんな感じの意味なんですよね。それぞれ俳優によっても解釈の仕方が違いますけど、私の場合はそういうふうにこの2つの言葉を解釈していました。私は劇団にいる時にかなりストイックにお稽古をしている方だと思っていました。ただ俳優の皆さんが全身全霊を込めて歌とかダンスとか演技とか作品に携わっていたので、 200% 頑張るのが割と普通の状態なんですよね。私がクビになった時期は、ある程度劇団に慣れてきた頃にお稽古に呼ばれたんです。全体を通してお稽古をしている時に、立って正面を見たらそこに演出家がいたんですよね。いつから演出家が入っていたのか全然気づかなかったんです。で、心臓が止まるくらいやばいなって思ったんですよね。で、やばいなと思ったけども、自分の出ているシーンの稽古は終わってしまって、特に演出家に何か指摘をされるわけでもなく、その日のお稽古は終わったんです。いつものように自主練をしていたら携帯電話が鳴って、突然その日劇団を離れることになってしまいました。明確な理由は正直分からなかったんですよ。ただ劇団は入団するのも難しいですけど、残るのも難しい世界なので、劇団で活躍していた俳優さん最近見かけないなと思ったら、いつの間にか劇団を離れるってとか多かったので、他の人が起きてることだから自分にも来ておかしくないはずのことなのに、私は頭が真っ白になって、まさか自分がクビになるなんて1ミリも思ってなかったんで、言葉通りショックで、これからどうすればいいんだろう、もう自分の俳優人生はここで終わったんだと思って、目の前が真っ暗になりましたね。自分なりにちゃんと練習はしていたと思うので、演出家の方っていうのは俳優を育てるっていう面でも、作品を見るっていう面でも、いろんな点で本当に素晴らしいカリスマの方だったので、その方おっしゃるんだったら、私は劇団の俳優として、適さないっていうか、レベルに達してないっていうのはなんとなく自分で納得できる部分はあったんですよね。ただ、今後の生活はどうなるんだろうっていうのとか、実家に帰らなきゃいけないのかなとか、
か生活のことが心配になりましたね、うん、劇団を今すぐ離れなきゃいけないっていうことで劇団に置いてある荷物とかダンスシューズとか全部持って帰って大荷物でレベル不足だったことが恥ずかしくて何も言えなくって下向いてうっすら泣きそうになりながら何も言わずに荷物を詰めて唐突に私の舞台生活終わったなって思ってもう何も考えられない状態ですぐお家帰りましたね。お家に帰って大量の荷物を見ながらどうしようってなりましたね。なんで劇団を離れなきゃいけないのか具体的な理由もわからないので具体的にどうすればいいのかもわからなくって親にも言えなかったんですよね。親は応援してくれてたので親を悲しませたくないと思ってなかなか言えなくってとりあえずお家でめっちゃ泣きましたね。めっちゃ泣いて冷静になろうって、まあ、冷静になれなかったんですけどすごく泣いたのを覚えてますね。数日経ってやっと気持ちが落ち着いてきてもしかしたらすぐ劇団に呼び戻されるかもしれないと思っていつ呼び戻されてもいいようにせめて技術的なトレーニングは続けておこうと思って発声とか、まあ、ダンスとか歌とかやろうと思ってたまたま5分くらいのところにカラオケがあったので毎日2時間くらいは練習をしていつ呼ばれてもいいように練習を2週間くらいはずっとしてたんですけどある時ふと劇団に呼び戻される前提で練習してるけどもしいつまで経っても呼び戻されなかったらどうしようってことにやっと気づいたんですよね。気持ちも落ち着いて状況も実感できてきてとりあえず生活費を稼ぐためにアルバイトを探さなきゃいけないと思ってと以前動画でも話したことありますけど結婚式2次会で幹事をしていたか会社を起業したっていうことを聞いていたのでその方に連絡をしてと何かアルバイトがないですかっていうのを聞いてウェブライターの仕事を始めたんです。顔とか名前とかが出なくても済むようなお仕事でしっかり仕事ができるようなものでと自分の能力とかを上げて独立できる仕事を探してそれがウェブライターっていう仕事だったのでその時から続けてるわけなんですけど毎日長時間お仕事をして劇団のこととかいろんな辛いことを忘れるためにがむしゃらに勉強しましたね。私が劇団離れることになったって聞いた先輩の方から電話があったんですよ。結局何が原因だったのかっていうのが分かったんですよね。本当にその先輩のおかげなんですけど 200% 頑張るのが普通の世界で気持ちのちょっとした緩みが見えたんじゃないかっていうのが私が劇団を離れることになった理由でその時に先輩がくださった具体的なまあアドバイスとしては劇団を離れても戻ってきた人はどういうふうにして戻ってきたのかっていうリサーチしたらもしかしたら自分なりの答えが見つかるかもしれないよっていうのを言われて劇団を離れて活躍している先輩に会いに行ってもうすでに劇団に戻ってきている後輩に話を聞いたりみんなどんな気持ちで劇団を離れてくださいっていう言葉を受け止めたのかとか壁を乗り越えてきたかっていう話をいろいろ聞いて私も舞台俳優としていろいろ考えなきゃいけない時期に来たのかなって思いましたね。少しだけ客観的に自分のこととか自分の状況が見えることになって応援してくれてる親に打ち明けたんですよね。親はかなり動揺していて嘘でしょなんでっていう質問攻めだったんですけど、まあ、なんでって言われても私もなんとなくしかわからないので一旦1週間くらい実家に帰ったんですよね。劇団を離れた後の生活考えてみたんですけどやっぱり私のしたい仕事は舞台俳優で劇団に戻りたい気持ちが強かったのでいろいろ相談しましたね。私が劇団に戻りたい強い思いを伝えてそれが受け止めてもらえてまた劇団に戻れることになったんですよね。1ヶ月半っていうかなり短い期間で戻れて、うん、本当に良かったなって思いましたね。久しぶりに稽古場に行く時は自分が惨めに思え先輩たちが優しく見えたり同期が輝いて見えて反省の気持ちが強かったですね。肩をギュって握ってもらって頑張って戻ってきたねって言われて特別に何かメッセージとか電話をもらったわけじゃないけどこっそり応援してくださってた方もいたんだと思って目頭が熱くなって泣きそうになりましたね。そういうこともあったりして首宣告を受けた時期は期間的には1ヶ月半って聞くと短いじゃんって思うかもしれませんけど私にとっては人生の転機でしたね。小さい頃から憧れていた舞台俳優になって舞台俳優として稽古に参加させていただいていることが当たり前になっていろいろ大切なものが見えなくなっていたのかなって
って思いましたね。周りの方に恵まれてるなって本当に感じましたね。まあ劇団にいたらね、いろんなことありますよ。このチャンネルでは劇団に入りたい方、オーディション入るためにはどうすればいいんですかっていう質問もいただけるんですけど、予想もしていなかったことにぶつかった時にどう自分の気持ちを見つめるのかとか、どう行動するのかも本当に大切で、心が折れた時期もありましたね。その後開幕した舞台を見て本当に素晴らしくって、役を全うした俳優さんたちを見て愛情を注いで頑張っていけばよかったなとか、いろいろ後悔することも多かったですね。はい、ちょっとしんみりした感じになりましたけど、私が劇団を離れた時はそんな感じでした。なかなか辛い経験でしたけど、そういう辛い経験もさせていただいて今でも本当に感謝しています。はい、こんな感じです。今日も動画を見てくれてありがとう。質問やコメントお待ちしております。またチャンネル登録と高評価も忘れずにね。 SNS もフォローしてね。